ゃんね。あ、ほんと。旦那さんがなったら心細いからって言ったら、あ、なんかあったりってね。時々娘さんが来る。いやー、その堀江さんの 隣の人の歌詞が綺麗な人だよ。私もそうじーっとこう見たわけじゃないかな。まあ最近はわからん。私は最近はいかんからさ、うん、全然あんな堀江さんのこっち左隣の人は感じがいいじゃんね、うんうんうん、普通の普通の ね、普通のね足とね、うん、で、うん、息子がいるじゃん。息子も礼儀正しい、うん、あ、ほんと、うん、この礼儀正しい夫婦にして、うん、ちゃんと物を言うもんね、うん、息子の人は、うん、まあ、堀江さんは行くたんびにね、うん、いろんなお花のお話やなんかしとったもんだね、うん、でこっち側の人がちょっとあれだね、やかましいね。右どなりの人が、なんていうの、ね、あの下の人か。そうです。知らん、そこまでは知らん。土日の夜になると、この季節になると目が開くじゃんね。となると奥さんがすごい怒ったり笑ったり泣いたり、すごい招き声声が大きい、大阪人だで、なんかご主人のお母さんの人かどうかって言われて、難しいよご主人と喧嘩してて、みんな聞こえる。見る。ダメだよ。っていう感じの。知らんなんて言うとか。面白い。すごい、いつもこの辺がギャー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 。ちょっと取った。ちょっと。家建てちゃやって言ったの。4人、うん、あのアパートじゃ4人どで7万8万9万ぐらい出してでしょ。だったら家のローンでいいじゃん。面白いねこれね、大きね。4人だったらあのアパートはね、無理だね。私も後期はいいけど、いつきはまだ預かれんしな。ママ堀尾さんの後ろにさ、うちへ立ってさ、ほら、3人ぐらい子供がいるやん。やっぱ野田もさ、4人になったらさ、そうね、家賃分ね、4人にして家建てればって言って、うん、もうね、あとね、そうだね、2、3年後には考えてるよ。もうあそこじゃね、みんなに迷惑同じマンションに暮らしてる人にすごいもん。今でも隣の人にいつもすみません、会うとすみませんっていう。さっきの面白かったね、丸聞こえだわね。丸聞こえ、もうバタ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 さ、お体が大きくなってきてるからさ、後期が一番上じゃんね、あのマンションの子供たちの中で、うん。でも犬だってずっと吠えてるわけじゃないでしょ。それがキャンキャン言うんだ、あのなんていうの、マルチーズみたいなね、白いね、2匹あのスピッツとかさ、ああいうのはキャンキャン言う。キャン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 言うんだ。面白い、うん、うるさかったよ。もう本当に怒れてきてよ。キャンキャンキャンだからね、うるさいと思うよ。だから考えてるよ、考えてるね。あと2年ちょいで安藤くんの車のローンが終わるから、うん、それと同時にぐらいにローンが始まるように立てたいなと思って。マーミー。当時私ね、掃除かけるたびにね、コンセントの抜き差しでね、すごく面倒だからね、のりちゃんにいらなきゃ。いつも思う。生活動線ね、うん。コンセントの位置って大事よ。見てくれよ。もう。あの目つくとこでもいい、とにかく真ん中、家のね、中心の中心、うん、まあね、それは面白いと思うけど、毎日の回が重なるとね、いい回はね、ね、各部屋に1個あるのは、そのテレビとかそういろんなものであってもいいと思うけど、その他に通路の真ん中辺に1個、
だって子供が4人と絶対毎日掃除しなきゃダメだから、ね、そのために隔離や抜いて隔離やって、うん、大変よ。そう、それだけは絶対にいるよ。その子には子供もいたずらする年はないしね、コンセントとかでね、うん。